はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ケディです。ブラスフィメスの続きをプレイしていきたいと思います。前回は最大 HP がですね、アップしたっていう感じですね。で、新しい、マップに入って、なんかマップに入るときに後ろから変な人が出てきましたけども、まずは続きをやっていきましょう。で、これ下行けないみたいなんで、こっちですね。パッと見、パッと見弱そうって言おうとしたら、おっ、ガードガード来い、早っ、ここか、おう、コレクトアイテム、これもしかしてこのグサグサしてんのも一撃かな。だとしたら怖いな。あそこで一回、あ、一撃じゃない、ちょっと回復して、難しいな。ああ、当たるのそれ。これでこちらに割ってくるんだ。で、ショートカットできたんで、回復。なんだ、そこで止まるか。ちょっと待って、いいか、あ、戻ってた。壊せないかな、壊せない、痛い、痛い、ヘルメットでかいからだよそれ、カブと。あ、お、いや、罠だな。何かが、お、取れる。これは？あ、しまったよー。
なんか取りましたね。魔法だ。魔法は一つしかセットできないんで、これはなんかソードっぽいですね。見た目が剣のマーク、剣を振ってるマークなんで、ちょっと使ってみますか。なんですか。あ、早い。攻撃が早くなった。一定時間。いやでも待てよ、そんなにこっちの方がいいような気がするな。まあすぐ入れ替えれるんで、状況に応じてっていう感じですね。やだなこいつ。あ、いた。なんかまた強そうなのいる。回復しとこうかな。どうなってんのそれ。強い。ショートカットつながったんで回復しに。随分優しいですねこのマップは。よし、罠かな。アイテムとその奥にろうそくが。スモールスモールベアードレッドワックス、ストレングスザバイタリティって書いてますね。オブザなんとかなんとか、攻撃力上がる系かな。まだでも装備できる場所は1個しかない。あ、2箇所しかないんで。よくわからない。これを外して、まあ、どっちもよくわからないんだけど。これは何ですかね。あ、最大 HP 増えたんじゃないかな。少し。もともと減ってたっけ。あ、強くなってる気がするな。気のせいか。左と右、まずは右。
あ、ここまた捧げる場所かな？コレクションアイテムを。あ、お！何？鍵と？Let us be captives of the miracle, penitent one. Do not be surprised to find this merchant here. This ancient occupation requires me to be wherever I can obtain rewarding benefits. Call me Candelaria, for what I sell would make your eyes light up like the high bonfires.I will not ask you for any money whatsoever. Those forbidden tears you shed would be more than enough for me. Go ahead, cast your darkened eyes over these valuable treasures. 全部買えるのかな？どれか一個だけとか。Its great power should not be underestimated. Trust me, for I have the blood of kings on the palm of my hand. 400円。お金はいっぱいあるんで、買っちゃいましょう。どっかの鍵ですね。あそこかな、一番初めのところ。これは？ What I am offering you here is as lustrous as the first star of the night. And may my eyes be blinded if I'm lying. これは1000円。これは何だろう。とりあえず買っとこう。ああ、装備品ですね。これは？ What I am offering you here is as lustrous as the first star of the night. And may my eyes be blinded if I'm lying.1500円。これも装備品かな。まあお金余裕あるんで買っちゃいましょう。ですね、装備品ですね。プロテクションって書いてますね。魔法ある程度防げるとか、そんな感じなのかな。あー、一回戻って初めのところにも行ってみたいんだけど、もう一回入ってみよう。品揃え変わってたりとかはしないか。まずこのマップですね。プロテクションっていうのを装備してみようか。これ外して、いや暗いよ。何か多分、いや効果はあるのかな。
あれ、これ別に下来る必要なかったよな。またこいつか。やばい、痛い。痛いなぁ。あー、待って、苦しい。どうしようか。まず隠しの方の、隠しの方から下に行ってみよう。違う。あいつこっちまで、よし。ふう。あ。危ない。これもしかして、ポーションの最大値を増やせるんじゃないかな。これを持っている状態で、この血の場所、やばい。いやー、そこの壁をちょっと切ってみたいんだけど。いや、でも、あ、なんか普通の人っぽいで。Penitent one.Do not be troubled by me or my outward appearance, now changed and seasoned. This might be a small price to pay for such joyous alliance. My protection does not cease here. これ前回のあのパターンに似てね、前々回のボスの時、手伝いましょうか的な感じじゃないかな。So be it.
なんかそんな気がするんだけど。これ一回帰った方が。あ、カーリビアル。よかった。死がボスかな。こちらは、なるほど。よし、じゃあ行ってみますか。カグリビーもつけましたしね。ボスっぽいですね、まさに。でかい。ほら、痛い。ああ、なるほど。なんだなんだ、根っこみたいなのを下から。ああ、このたまに危ない。根っこ忘れてしまうな。回復。足の攻撃の後は根っこが。これはどうしたらいいんだ、あれ。しゃ、ああ、それ食らっちまうな。前回それ言って死んだから、うん、いたー。うわー、これどうしたらいいんだ。危ない危ない。あのおばさん、回復回復お願いします、お願いします、早く。え、回復。え、俺の今 HP 残ってたのに。こここそ、これか。魔力溜まったらこれにしようか。あの、でも合体するボスよりは弱い感じが。合わせないな。回復しとこう。あのおばさんに頼るとちょっと。3つ溜まったら使おうかな、魔法。
あー痛い、それかわせない。待て待て、もう少しで3つ溜まる。よし、痛い痛い痛い、これはこの前のボスよりは弱いですね。はあ、かといって何かもらえると、ここのロックを解除したいんだけど、またあれかな、異世界みたいな。うん、In the name of the great ordeal and the sons of the miracle.May the gold in my visage melt and erase the attrition of your soul. Heart of guilt, return now from the dream. お、またなんかもらいましたね。とりあえずかがって、まだこっち右側まだマップありましたよね。とりあえずこっち。これあれじゃないかな、ゾンビ呼んでた人のところに。痛い。あ、また最大 HP アップかな。 Take the next of my deep painsおお、すごい伸びた、初めの頃に比べたら。アイテムあるな、上に。
を呼ぶやつがどっかに。これ届くかな、ここから。普通に届くかな。よし、38分の10っていうことは、まあ4分の1ぐらい進んだんですかね、ゲームの進行としては。What? 待てよ、まずこっちかな。うん、食らいに行ってしまった。ないな。上に乗れない、掴めない。ちょっと離れたとこから違うな。これで生きるいな。いやーそんなことないか。これはこのマップだけかな。こっちはこっちでまた別の呼ぶやつを倒さないといけない。あ、ですね。そろそろちょっと釘のいい場所を見つけたいんだけど。あれ、ここは掴めるな。さっきの場所も掴めたのかな。これを引けば、あ、これで繋がったんですね。何か品揃えは変わってない。
じゃあここのかがり火まで行って、あ、そっか、これ下からじゃ行けないのか。いたー、そっちじゃない、なんでそっち行く。いや普通に行こう。スライディングからの突きはどうやん、あ、おしっぱか、了解。痛い、よし、はい、では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。